意味で内閣。内閣ね。大泉さんすごいね、支持率。すごいですね。歴史上最高。まあ、森さんがあまりにもひどかった。それはあるね。うん。でも森さんも、ああいう風になりたくて政治家になったわけじゃないだろうしね。さあ、意味で内閣行きましょう。わびこのご池高君、鈴木内閣。うん。総理大臣、鈴木政順。妹派大臣、鈴木一郎。ああ。レバ刺し大臣、鈴木紗理奈。ヒゲ面ポチョムキン大臣、鈴木純アナ。あ、裸でこたつ大臣、ウド鈴木。あ、裸で布団引き大臣、ウド鈴木。これ投げよう、これ。くだらないな、秋田県の池田正美君は、お茶内閣。お茶内閣。生茶大臣、松島菜々子。ちょっと。マロ茶大臣、マロ赤字。マロだと。お紅茶大臣、伊吹五郎。なんで。ボーボー茶大臣、ジャッキーチェン。ぶっかけコーヒー、佐藤清六。社長にかけちゃった。あげよう。白いスーツ。その日おろしたての白いスーツ。コーヒー落ちないね。まず落ちないね。そう。今の技術でもダメか。今なら落ちるかもね。ただすぐやな。すぐ。練馬区のペンネラシリコン君。関根内閣。はい。ごめんなさい。総理大臣、関根勤。はい。膝枕大臣、井川遥。いいね。添い寝大臣、優香。いいね。いいな。エクササイズ大臣、川村光。いいね。アーンして大臣、菊川玲。素晴らしいね。秘書、リサスティックマイヤー。最高だね。裏総理大臣、関根さんの奥様。あ、まあそれはしょうがないけど。V シネ内閣。金貸し総理、うん、相川翔。取り立て大臣、竹内力。なるほど。B パップ大臣、清水浩司。これあげよう。B パップ大臣おかしかった。何やる人なんだ。他の YTJ 君、函館市。リアクション内閣。お総理大臣、ダチョウクラブ竜兵。うるさい。竜ちゃん面白いな。大声単発大臣、出川哲朗。でっか。元総理大臣、稲川淳二。元。リアクション内閣だから。ツッコミと見せかけて単なるリアクション大臣、サマーズ三浦。三浦。ツッコんでないかよ。そう。眠り姫、高木ブー。ひぇーって、姫。関係ない。大臣じゃない。イカリアさんのダメだこれやって、事前読んだら、大事な、これで売れる、ちょっと売れるかもしれない。ドリフターズが本当売れる、ちょっと前の、VTR 内覧会みたいんで、寝ててボツになったのってね。ブーさんがね、いびき、高いびきかいちゃって、その場でボツになったことになって。あ、出演が。うん。でもあれ病気だからね。そうなの。そう。突然眠くなっちゃうやつだから。そうなの。攻められないんですよ。うん。桜市のハローツー君。ヘゲ声内閣。うん。総理大臣、東尾さん。娘大臣、東尾理子。娘大臣。イザム大臣、吉川ひなの。もう違うって。ラッパ大臣、ルイ・アームストロング。立花屋円蔵大臣、亀井静香。バカ。えげ恋じゃないじゃないかよ。代々木上原内閣。うん。総理大臣、小坂井和樹。うん。V シネ大臣、相川翔。うん。キャベツ人形大臣、巨人の工藤投手。ああ。太もも大臣、薬丸秀弘。広秀。メガネタレント、ケント・デリカット。よくわかる。子供が多い人ばっかり。これあげよう。熊本県の猫背王君。メガネタレント。メジャーリーグ内閣。うん。ぶっきらぼう大臣、野茂秀夫。ぶっきらぼう。弓井大臣、一郎。弓井大臣。奥さんの名前。そう。人工芝長官、パンチョ伊藤。門脇さん、解説の高橋直樹。ああ、あげよう、これ。似てる。似てた。豊橋市の鈴木敦史君。自民党三役総裁。うん、地味ね、うん。自民党総裁、飯尾和樹。幹事長、雨上がり決死隊の鳩村、鳩原。鳩地味。総務会長、どんどこどんの山口くんの相方。平畑くん。平畑くん。平畑。
知事。書記長、ビビルの大内。あ、でもか。ビビルの彼は運動神経じゃん。トヤジの鈴木敦史君。てら日活ロマンポールの内閣。あ、いいね。濡れ場大臣、うん、宇野浩一郎。関係ない作家じゃねえかよ。縄大臣、うん、段鬼六。ああ。縛られ大臣、谷直美。今幸せですよ。団地妻大臣、うん、白川和子。幸せですよ、今。カマキリ大臣、さつきみどり。幸せですよ、今。木村優子大臣、イブ。似てる似てるイブちゃん。スケベラッコ大臣、山本慎也。ああ、まあスケベだと思うよ。俺も昔は出てたぜ大臣、風間森夫。ペンネーム大臣、有川修一。おベロニカハートで風神大臣、小坂和樹。本当にそうだったからな。これ、かっこ悪かった。あげましょう、これ。わらびしのネベッチ星人。綺麗だったけどね、ベロニカ。ハリウッドスター内閣。ブルース・ウィリス大臣。うん。小坂井和樹。おお。トム・ハンクス大臣、うん、ゴーシュ。それはちょっと納得できない。ハリソン・フォード大臣、ピーター・アーツ。あ、似てるね。メル・ギブソン大臣、ブルー・大芝。目がギロッとしてください。リチャード・ギア大臣、薄井義人先生。ああ。ニコラス・ケイジ大臣、うん、元冬木。似てるんだよね。似てる。トミー・リー・ジョーンズ大臣、うん、チワワ。バカだよ、これ。それがガキだよ。指太いんだよ、トミリージョン。ハーバード大臣。知ってるなぁ。埼玉のモナムル号衆、うん。スーパーヒーロー内閣。うん、ウルトラマン大臣。黒部進む。仮面ライダー大臣。藤岡弘。ズバット大臣。宮内弘、うん。ロボコップ大臣。立川のロボコップやったもんね。女バトルコップ大臣。うん、中村あずさ。久しぶりだね。あれ、つまんねえ。ロボコップ対キョンシーもつまんなかったなあれ。あんだけ、ハリボテ、ボール髪。小坂井内閣。総理大臣小坂井和樹、うん。買い物大臣小坂井和樹、うん。DVD 大臣小坂井和樹。ギャップ大臣小坂井和樹。携帯電話大臣小坂井和樹。これあげようね。許してくれないよ。小樽の倉田天童君。酔いどれ内閣、うん。総理大臣野坂昭之、うん。酔いどれセーラー副大臣赤塚不二夫。酔いどれ五反田大臣川岸琴弘。酔いどれ富山大臣ゴシャイサム。富山に行っても追いかける。肉汁ワインザウルス、うん、エモリとバカでザウルスザウルスだあげよう。藪崎隆弘君、うん、江戸川区時代内閣、うん、総理大臣松岡正弘、うん、時代、ね、松岡君ね、はい、運動大臣山口達也、うん、バラエティ大臣国分太一、うん、演技大臣永瀬智也、うん、じまし茂大臣誰老犬この間新幹線乗ってたらさ、2、3回城島くんがね、行ったり来たりしたんだけどね、うん、寝起きだったみたいでね、老犬、うん、みたいだったね。あげよう。老犬。羽村市のエルスールくん、グラビア内閣、うん、総理大臣、井川遥さん。井川ね。ボクササイズ大臣、河村光さん。うん。猛烈大臣、菊川玲さん。いいな、あ、そう、猛烈やるんだよね。シャツのボタンがきつそう大臣、酒井若菜さん。あ、そう ?16 日は色っぽい大臣、三谷陽子ちゃん。二十歳になってからって水着やめなくたっていいじゃん大臣真鍋香織さん。もう服着てください大臣島田陽子さん。これあげよう。前原の白金の戦士リバスト君、うん、清穴内閣、うん、天童よしみ大臣三妻ジャパン似てるから。総理大臣清穴内閣です、ミスター遅れいいよ。文部大臣深川亮。昭和慶応卒だから。ゼナ大臣温水洋一。あ、役者さんだね。ゼナ。絶叫大臣有川秀一、うん。スクリーム大臣金子くん、うん。居酒屋大臣オッチ。
おっち貧乏大好きひでおっちあげましょう。足立区の亀田悟君、うち大丈夫かな。花屋内閣、うん、お花屋さんね、うん、内閣総理大臣本郷浩二郎、うん、苦いカーネーション顔どういうか漢字大臣小坂井一樹、色違いで服を買うから。バラ大臣ルーオシワ、うん、チューリップ大臣草野仁、うん、球根に似ているバカでタンポポ大臣日野翔平、説明不要。なるほどね。柑橘類ケーシー高見説明不要あげよう。最後の意味ね内閣です。のりしもライスクのおたるし2時間ドラマ内閣、うん、総理大臣片平渚、すごいよね。ポリデント大臣船越英一郎、聞いてフラメンコ大臣木の実奈奈、なぜかきなこまみれ平見喜次郎、何それ、ひっぱたかれ幼団地妻高橋秀樹、バカじゃん、よくわかんないですね。さあ来週は桜市のハロウィッチ中間を考えてください。意味ね業界用語、あこれやめましょう。例えば倉田天丼、テレショップ業界での隠語で観客のおばあちゃんたちのリアクションが悪いと、そこもうちょっと倉田天丼でお願いしますとダメ出しされます。なるほど、なんだよ違うよとか、うわあ。あとさよならギャランドゥという業界用語、うん、病院の看護師さんたちが使う言葉で盲腸の手術をする患者さんのあそこの気を剃ることをさよならギャランドゥしたの。ちょっと25号室の田中さん、さよならギャランドゥは、あそうです、どうでしょうか。いいね、意味ね業界用語お願いします。